機動戦士、ガンダム CDA は歌器彗星の肖像は、北爪博之の漫画作品。角川書店の雑誌、ガンダムエース創刊号から2009年10月号に、かけて連載された。アニメ、機動戦士、ガンダムのキャラクターであるシャー・アズナブルを、主人公に、後にクワトロ・バジーナとして、ウーゴに身を投じるまでの一年戦争終結から、グリプス戦役にかけての空白の7年間を、 主に、ハマー・アン・カーンとの関係に主軸を置いて描いた作品。0083、ゼータ、ゼータ・ゼータ、逆襲のシャアの登場キャラクターやメカニックも一部登場しており、時間軸のつながりを感じさせる構成となっている。本作は、劇場版、機動戦士、ガンダム3からつながる形で描かれており、冒頭で、マクベが登場することからもそれが伺える。 作者の北詰めは、機動戦士ゼータ、ガンダム、機動戦士、ガンダムゼータゼータ、逆襲のシャア2作が、キャラクターデザインで関わっており、ガンダムエース誌に連載された、機動戦士、ガンダムザオリジニア、機動戦士、ガンダムエコールデュシエルと並ぶ、看板作品となった。作者は、当初、機動戦士ゼータ、ガンダムの漫画家を依頼されたが、それならば空白時期を、 自分の解釈で書いてみたいとしてこの作品が誕生することとなった。ハマーン・カーン役の坂木原良子も本作を評価しており、劇場版、機動戦士ゼータ・ガンダム・ウェイ・ニュー・トランスレーションのキャラクター作りに役立ったという。公式ガイドブックでは書き下ろし1話、14巻では雑誌、ゼータ・ガンダム・ウェイスで掲載された読み切り漫画、マイ・ファースト・トライアンフ。 さよならがそれぞれ収録された。なお、ガンダムエース2002年12月号増加にて、ハマーンと幼いマシュマーセロとの出会いを描いた番外編、ある日から HDA- マイナスが未完成の状態で掲載されたが、こちらは単行本未収録作品となっている。後にガンダムエース2010年12月号の特別付録、ガンダムエース05にて、 オールカラーで仕上げられた完全版が掲載された。なお、同作者の漫画、機動戦士ゼータ、ガンダムリファインは、本作品の設定を引き継いで描かれている。アバオアクーで、キシリアザビを射殺して、ザビ系の復讐を果たしたシャアは、ナキラ・ラースンの思念の導きによってゼナ、ミネバボシの脱出業に同行、小惑星アクシズへと向かう。そこで、 アクシズの指導者マハラジャカーンとその娘でニュータイプの資質を持つ少女ハマーンと出会う。一方、アクシズ内ではマハラジャラ恩恵派とエンツを率いる武闘派との派閥抗争が激化。マハラジャを支持するシャーとエンツォに祭り上げられたハマーンとの間に亀裂が生じていく。やがてジオン共和国に出向くことになるシャーだが、その最中、指導者のマハラジャが倒れ。本作では、 原作アニメのキャラクターが数多く登場するが、ここでは主要キャラクターのみ記述する。ありがとうございます。